どうも皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、ダンサムです。ね、どうもり買っちゃいまして、今キャラ作成も終わって、今自分のテントを建てるところらしいんで、まあ、ちょっとね進めていきましょう。どんな感じか。どうもりはね初プレイなんですよ。ちょっと待ってよ、邪魔ですね、俺の分身が。OK。僕もまだこの島に着いて間もないから、正直この島がどんな環境なのかよく分かってないんだもん。たぬきち、今何が起こっても責任が取れないから、落ちてるものを拾ったり木をゆすったりするのはやめてちょうだいね。ほいほい、はい、まあテント建てるらしいんで、ちょっと場所を探そっか。どうしよう、海辺がいいよね。海辺なのこれ、湖やべえ。俺どうもり初めてなんだよ。昔さ、友達の家でさ、64の時ね、まだ64の時なんだよ、みんながやってるのを見てた。で、俺は64持ってなかったし、コントローラーも触らせてくれんくてクソ雑魚やん俺テント購入する。ここにテント張ろうかな。これ想像してみる、ここに決めちゃう、ダメでしょ。これここに決めちゃう、多分あの木が邪魔でしょ。木消えた、すっげえ細か。自分のテントを張った、無人島生活の第一歩だ。やべえ、今日どこまでやろう、やべえ。まだたぬきじさんの説明も済んでないし、中に入るのは後にしよう。で、画面がさ乱れるんで、今安いキャプチャ使ってんの、そこらへん許してちょん。許す、もうみんな優しいからな。たぬきじ、あ、旦那様さん、もうすごくね、このなんかロボットボイスっていうんかな、初音ミクみたいなさ、なんかすごい旦那様さんちゃんと聞こえるんよ。もうテントは張り終わったんだもん。他の二人が戻ってきてないから、まだ場所を探してると思うんだよね。他の二人全然わからん。俺へんね、フェリアさんがやってもらったんですよ、ここまでここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか様子を見てきてもらうと助かるだもんな。だなも他の二人拾えるんでしょ。え、拾えない、ワイで拾えるらしいんですけど、まだ拾えないですね、ここはね。周りを見てこい、かわいいこの走り方、やば。周り見てこいって言われてるんで、おい、この高低差普通にガシャガシャいけるんだよ、ガシャガシャ。これ貝殻貝殻貝殻、俺ホタテ食べたいね、ホタテ。わあ、この音すげえリアル、もうヘッドホンのつけてやってるんですよ、めっちゃリアルわ。この貝殻絶対拾う、何この円形、これ地平線が丸いみたいな、誰やなおっさん、でっか。大丈夫、話しかけても、どうもり初経験なんだよ、この動物たち怖い。でも何年か知らんけど、動物どうもりのね映画見た、うん、ベリアさんとよっよっ、伸びた、おめえこいつ伸びたやろ。わあ、もう実況者としてさ、これ話すときさ、こっち側よかったな、これ顔見えねえじゃん。タイヘイ、え、タイ、え、タイヘイター、タイヘイターよっ、おいらはタイヘイターってんだ、これからよろしくな、デスタイ。もう設定追いついてないよ、デスタイって後につけるとさ、旦那様はもうテントを張り終えましたよ。おい、おいらは自然を感じられるところにテントを張って心と体を鍛えるつもりだ。それじゃ鍛えねえぞ。例えばこの辺りなんか良さそうな気がしてるんだけど、旦那様どう思う。え、これ僕ものみたいな感じでさ、タイヘイターをこれ攻略するって感じ。いや、俺正直にやるわ、探してあげるよ俺が。なんだって、俺のためにいいとこ探してくるっていうのか。知り合って間もないのにお前っていいやつなんだな。そうだろ、それじゃあこれ、俺の命預けたぞ。え、何おいらのそのテントをお前のおすすめの場所に貼ってくれ、俺に任せていいの。とりあえずおいらは新生活のイメージトレーニングしながら広場で待ってるからさ、デスタイ。いいの、ローとルフィみたいなあの契約だっけ、なんかお互いの心臓渡さなかった、違うな、忘れた、ワンピース忘れちゃった。でも俺の家の後ろにしたろ、あいつ海辺にしたろ、海辺にしたろ、俺海辺するわ。あ、でも石、あ、え、地面が不安定な岩場のあたりには建てられないよ。じゃあここ、まあ、道潮になったらお前の家潰れるかんな。ああ、シビアだね、俺いいやつやけどひどいやつでもあるんだ。斜面が近すぎて十分スペースがない、シビアだね。はい、ヘイタちゃん、もうこれ無理なんでしょ、どうせ。で、今度斜面でしょ、
あ、斜面が近すぎてね。なるほどね。どうしよう、こいつはさ、このマップ上で俺より前にあるのは許せん。まあ家の隣にしよっか。ごめんしよう、ここ。あ、でもリンゴ溶けられる。あ、これ意外とシビアな。俺ちょっと端に立てすぎたかもしれない。もう隣にしよう、隣。いやでもあい、これ俺より前にあるからダメ。俺そういうとこちっちゃいから、俺より一歩後ろがいい。でも近すぎるのも嫌なんだよね、初対面やし。え、シビア、すげえ、よく考えてんな。うん、おっしゃ、オッケー。ちょっと木はごめんけど、はい、想像してみるじゃなくてもう強引に決める。聞いてないよ、形丸いとか。まあいっか、色俺の方が目立つからいっか。で、あいつを探しに行くよね。でっかこれ、こいつら動かせんの。これで動かせないか。こういう NPC だけやね。 NPC で言っちゃった、夢がない。はい、タイヘイター。お、旦那様、俺らが住むとこ見つかったか。バッチリ。俺、まあ、よっしゃーがさ、ちゃんと聞き取れた。ありがとうな、旦那様、見るのが楽しみだよ。もう一人、え、もう一人の4号の方はどんな感じだろうな。4号、もしかしたら俺らと同じように迷ってるかもしれないし、様子を見てやってくれ。4号、これマップ出てたよ。マップあるよね、そう。え、どこ行けばいいの、これ。4号探そうか、とりあえず。名前4号っていうの。いやー、いいね、これ。ほほんとしてるわ。バトル9の PVP、いずれ出るんでしょ、PVP。出ないか。4号、今めっちゃちっちゃいのにさ、どこ探すの。4号、これ4号がどんな顔かもわかんねえわ。4号どこ。4号ってそもそも人なの、ロボット。え、俺もう一瞬回ってきたよ、戻ってきた。まあ、たぬきちさんに聞いてみるわ。4号さんが戻ってないからまだ場所を探してると思うんだよね。ここで待っても退屈だろうし、よかったら4号さんの様子を見に行ってもらえると助かるだ、助かるだもんな。4号さん、何号さん、何号さん、あ、ロン、ツモだ。何号さん、これ何やってるか分からんと思う人多いと思うんですけど、赤木です、赤木。赤木の中で、中でさ、南郷さんという人いるんですけど、赤木さんがね、呼ぶとき、南郷さん、ああ、どん、そうだ、南郷さん、見てくれ、似てるから。4号いない。4号いない。助けて。もう、大平太の頭見えるわ、もうまず。え？え、もしかしたらちっちゃいやつ？ 4、5、4、5。え、俺、今日まんべんなく見てんだけど、これ木の裏隠れるとか、そんなんじゃ。え？嘘、俺見逃すの。はい、今回ね、ちゃんとね、実況者の鏡こっちに向けてカメラをね、はい、話しかけますね。え、ゴリラやんけ、メスゴリラやん。4号、俺ロボット想像してたんやけど、4号ゴリラなんや。4ゴリラってこと、違うな。え、なんで4号な。あんたは確か旦那様って名前だったよね。そうだわ、うちは4号だよ、よろしく。そりゃ何、叩かれたの、俺チンコポコチンやられた今。結構さ、そういう人ってチンコを叩いて挨拶してくるやん。旦那様はもういい場所見つけた。うちはフィーリングで決めようと思ってんだけど、どこもいい感じだから意外と悩んじゃってね。とはいえ、いつまで悩んでられないし、そうそう、この辺りで決めちゃおう。俺が決めたるわ。旦那様はと思う、探してあげるよ、俺が。うちにぴったりの場所を見つけてくれるっていうのかい。あった場面の間にあんた、えらく、あ、よし、あんたを信じて任せよう。まあ、くっそいいところ探してあげるやんな。うちのそのテントは、旦那様、あんたがいいと思う場所に貼っておくれ。うちのそのテントは、旦那様、あんたがいいと、あ、はい、うちは邪魔しないように広場で待ってる。オッケー。むむ、ゴリラやば。ゴリラやば。え、何でしょう、ここ。俺もう一人いると思わんかったからさ、二人でさ、俺を囲ってほしかった。これ立て直せないよね、今のところ。どうしよう、
この辺でいっか。もうあの何やかんやとね、全員で、ね、固めたい俺。いやでもちゃんと見えるようにしてあげたいよね。ここにするわ、4号さんのテントをここに貼ろうかな。 OK、 もうめっちゃくちゃ立地いいよこれ。あ、これ想像か。 OK、 ここに決めちゃおうかな。 OK、 めっちゃいいやん、シンメトリー。4号さんのテント場所を決めた。 OK、BGM いきなりジャンゴーみたいになってるよ。これで全員のテントの場所も決まったし、広場に戻ってみようぐや。あ、オートで戻る。皆さんお帰りだな。もう気に入った場所は見つかったかな。まあとりあえず寝泊まりしてみて、不便に感じることがあればまた相談してくれたらいいだもん。まあさっそよりこれで無事に寝る場所も確保できたわけいいし、今日は親睦会も兼ねてこの広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。キャンプファイヤーとか小学校の林間学校ぶりだわマジで。もちろん無人島生活らしく必要なものも現地調達するだもん。そうね、リンゴしかなくない？リンゴと魚じゃないやん。軍団はこうするだもん。4号さん、タイヘタさん、豆記事つぶきじの4人はここで会場の設営を。旦那様と僕は燃料になるものや食べられそうなものを集めるだもん。ダナモン、さあ外を決まれば早速準備を始めるだもん。旦那様さん、集めてくるものを相談したいから僕に声かけてちょうだいね。おめえが話しかけてこい。でもこれ社長やもんな。お前こいつらサボってるやろ。お前準備できないの。お前押したるから。4号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 不動の4号不動の4号不動。ハイヘイターが動く。あ、こいつも動く。あ、こいつ不動不動。はい、さてと旦那様さん。わあ旦那様さんって言われるわ。俺様つけるけど乗ってさ、これそのさん付けでいいのか、それも様で呼び捨てでもいいのか迷っちゃうよね。どっちでもいいです。まずは火を起こす、あ、旦那でもいいです。旦那でもまずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってちょうだい。はい、僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちている木の枝をあと10本。 OK、 おー、これチュートリアルですね。 Y で足元のものを拾えるから、木の枝を見つけたら近づいて拾ってちょうだいね。 OK、 僕は待ってる間にこの島の木に入ってるリンゴらしき実、リンゴちゃうの、調べておくから。じゃあよろしく旦那も。これさ、リンゴ、その島の特産物があるらしくて、うちの島はリンゴなんやね。でまあカセット2本あってスイッチも2個あるから、もう片方のスイッチの方はね、ナッシーナッシーです。違う、オレンジだったん、変えたん。え、お、オレンジです。昨日見た時ナッシーだったのに変えたんや。リセマラしてやがる。あのなんか池がさ、なんかハートみたいなやつあんねや。ハート、俺もハートのやつ欲しかったんですよ。え、ハートにしたいよね。そこまでやってんか。あの島の形もなんか腐るほどあるらしくて、ハートが欲しかったんやけど、そこまでやる気力さすがになくて、もう一台のスイッチの時さ、昨日梨だったんやけど、まあ、うちで一緒に住んでるフェリアさんっていうやつなんですけど、特産物昨日梨だったのに今日オレンジだわ。リセマラやんけ。あ、俺リンゴ拾える。これ木の枝何本ある？そういう時は X を押して、え、俺16本拾えたの。そう、待って、これ1本が1換算、1本換算、これもしかして今16で17だ。え、俺もういつの間に17本拾ったんや。よし、おいっす。お、旦那様さん、どうやら無事に木の枝を集めてくれたみたいだもん。だな、もうね、難しい。ゴビ。しかも多めに持ってきてくれたんだよ。うわー、こうなるとさ、俺ジャストに持ってきた時にどういうセリフになるか気になるわ。必要なのは10本だけだから、あまりはまた何かに 役立っててちょうだい。それじゃあお願いした本数だけこっちで扱っておくだな。もだ、だな、もう OK。 邪魔、あいつ大変だ。無人島移住を希望する人だけあって、さすがに仕事早いだな。もうあいつイリュージョンみたいになってるよ。あのハンドパワーやん。枝が浮いてるで、浮いとる浮いとる。どこにいたら4次元ポケットや。じゃあ次は食べ物、はい、木の枝を集めてもらってる間に島の木になっている実についてしめておいたな。もうリンゴでしょ。調子じめ紛れもないリンゴだということが分かった。 OK、 食いながら判断したんかな。ということで旦那様さん、今度はリンゴを人数分の6個、1人1個、俺1日リンゴ3個食うよ。
容量のいい旦那様さんには説明は余計かもしれないけど、リンゴのなってる木を A で揺すって身を落としてから拾えばいいだろうの。 OK、 それじゃあよろしく。 OK、 あ、旦那様さん、どうやらリンゴの方も問題なく収穫できたよね。だろうね。それじゃあリンゴを扱って大急ぎで準備を進めるの。これキャンプファイヤーでさ、何、リンゴ焼くだけ、リンゴバター、バタリンゴ、アルミホイル、アルミホイル、アルミホイルとアルミホイル派がいるよね。俺はどっちでもいいです、アルミホイルにします。1,2,3,4,5,6,6人、丸太ぶっ飛、4号がまかまったやろ絶対。これで準備を整ったんだもん。それじゃあキャンプファイヤーに点火します。ファイヤー、パチ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 。皆さん改めましてようこそ。なんだもん、僕はこれまでいろんな土地で商売や不動産業をやってき たけれど、この無人島糸パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた一世一代の新ビジネス、はい、当初の計画よりは少ない人数でのスタートになっちゃったけど、まあでもこれぐらいの人数で始めて ここから徐々に広げていく方がやりがいもあるってもんだな。というわけで皆さんもこの無人島の一員として。あれね、よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島で呼べない。そうやな、まあええやん、楽しければええのな。そうだなもの、僕たち最初の住民でこの島に名を付けるだのも、一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだのも、今から少し考える時間あげるか、みんなが考え終わったらせーので発表するだのも、最強党、最強、最強です。 OK、 はい、あ、はい、そろそろいいだな。もうどうせ俺の案が採用されるんでしょ、ね、俺手3本あるからね。え、なんで3本があって、右手左手、あそこ、じゃあみんな一斉に名前を発表するだな。もう最強、もう俺の色変わってるもん、うん、みんな見事にバラバラで、どれもとっても、あ、もう全員みんなの名前見てなかった俺。どれにするか順番に名前を言うから、男性なら拍手するだな。もう異色のネーミングセンス付き合って旦那様さんの提案から、もう最初から俺決まるの。最強、あ、もう決まるやん、いきなり全員拍手がすごいだな。もうできれいす、できれいす、全員が賛成ならモコって呼んでしまうもうこの最強で決定しちゃっていいな。もう決定しちゃっていいですよ、よろしゅう、完成です。オッケーだ。じゃあ今日からこの島の名は、はい、最強で決まりだのも。ああやっとな。ちなみに旦那様さん、島の読み名は最強島、最強島、最強島のどれだなも。強。最強島、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 最強島にするわ。最強島。うんうん。じゃあ今日からはここは最強島ってことで。おまけ、任天堂さん。それじゃあ旦那様さんはこの最強党の名付け親っていうのなので、市長やね、俺市長、党長、党長、自分の決闘は旦那様さんに相談させてもらうと思うんだけど、言うならば旦那様は最強党の、違う、島民代表じゃない、国王、キングだ、キング、あーもうキングにすればよかった、旦那キング、旦那様さん、もうキングがいい、国王、党王、島民代表に就任した挨拶として何か一言、よろしく、頑張ります、任せてちょうだい、いやもうよろしくだよ、でも任せろ、キングに任しや、なんからば全部俺にいいな、独裁政治、はい、無事島の名前と、島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど、今から乾杯するのも、お酒飲んじゃダメでしょ、まあでも乾杯で言えばお酒で連想する人は良くないですね、グラスは手に持ってる旦那も、島民代表の旦那様さんに取ってきてもらったリンゴで作ったフレッシュジュース、すっげえ、いつの間に、ね、え、ミキサーとかないからさ、噛んであのジューって口から出したんでしょ、これ汚っ、もう発想が汚い、俺の発想が俺の発想汚すぎない、リンゴをぐじゅぐじゅに噛んで、で口から出す、あでも愛する人なら飲める、リンゴジュースで乾杯したらもう俺らたちは家族みたいなもんだな、兄貴と思ってくれてもいいんだぞ、お前は家来な、家来、俺国王だからな、足短がまたあったばかりなのに、こうやって一緒に火を囲んでいると、昔からのダッチみたいに思ってくるね、そりゃまたチンコ触れた俺、あん、旦那様さん楽しんでくれたのも、面白い面白い、今日は夜通し火を焚いてるから疲れたらテントに持って休んでくれてもいいんだのも、
まだまだ楽しみます。ちょっと一応全員に話しかけるから俺、うん、タヌケチ休みたくなったら、休みたくなった時はテント戻る前に一言一声かけてちょうだいね。後で渡すものからから OK。 何渡すんやろ。これつぶぎちゃんね、最強と最強とここに出して呼びたい、いい名前ですね。素敵な提案をしてくださってありがとうございました。はい、豆吉旦那様さんの手際がいいおかげでキャンプファイの準備がとてもスムーズに終わりました。お、切るな。え、はい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 、あいつらみんな俺を見てる。あ、見てなかった。あれ見てなかった。俺見てる見てる。え、ちょっと反応してくれるんだね、すげえ。うん、こいつ俺のこと好きやろ絶対。めっちゃ見てるもん。色っぽい 目使ってる、あのゴリラ。もう一回話しかけろ、後ろから話しかけろ。あ、ハートだ、ハートだ、ハート。移住者みんなで最強とのこれから祝いするなんてなんだか感動的じゃない、そりゃ。よし、じゃあ話しかけよう、休もうかな。もう休み俺オッケーだな。もうじゃあこれ渡しておくだな。もうキャンプ用のベッドなんだもん。テントの中で広げて休んでね。あとテントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから、開けて自由に使ってくれていいだな。もう箱を開けたり物を使うときは A ね、ベッドに横になりたいときは L スティックで寝転がればいいだな。もう OK。 明日からは本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね。それじゃあお疲れ様。お疲れ様でした。あのポケモンワールド1でデジモンを寝かすときに主人公がね、おやすみっていうのがめっちゃ好き俺。知らない人調べてみて、似てるから。おやすみあーおあーおってデジモンがね叫ぶわけよ。で怒るときはこーらー。わ、何もねえ。どうするのこれ。う、うわせんの、クソ邪魔なんだけど。移動させ、移動させた。え、何これ。 A ボタン押せばいいんか。おお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 、いいね。真ん中に置きたい気するけど、いっか。ベッド、これ縦横、これちょっとやっぱね、いやでもこの辺にしよう、この辺、この辺でいいか。じゃあみんな寝るぜ。あ、すごいダイナミックやな。このまま少し眠っちゃう、寝る。よし、じゃあ皆さんこの辺にしとこうか。もう、タイヘイターと4号の家を探してみんなでキャンプして、リンゴ集めて、枝集めて、っていう感じですね。初日はここら辺にしましょう。お疲れ様でした。誰、夢おたけけ。いや、ついに一人で暮らす決心をしたんだね。いいの、いいもんだよ。ああしろこうしろと指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。誰、トタケケだけどさ、一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもあるんだよな。その時すぐそばに仲のいい友達がいてくると全然違うんだけどね。通信、友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。そういうリアルな話じゃない、どうものりの話。通信ができるんだぜみたいな。一人でなかなか長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。毎日のよ、毎晩出てくるの、寝るときこいつ。一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思うよ。いや、そりゃそうだろう。たくさんの友達が君の場所に遊びに来てくるといいね。さあ、目覚めた後は現実と同じの時間の流れの中で君の暮らしを楽しんでくるよな。リアルタイムと連動してるらしいぜ。それじゃあまた。今これプレイするのがさ、中国時間22時半やから、日本時間ね、23時半やん。俺目覚めたら深夜やん、これ。深夜とかもう夜やん。俺寝たのにまた夜やん。ちょ、外出て、外出ていい、外。旦那様さん、おい、旦那様さん起きてる、旦那も。起きてたらちょっと外に出てきてほしい、旦那も。ちょっと外出るね。夜ってことでしょ？ 11 時半やろ？ジャパン時間。俺中国時間で話すわ、もう22時半。おお、夜やん、俺寝たのに。よかった、旦那様さん。無事だったんだね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。何？丸一日見かけなんか心配してたのも。え、やばくない？え？そんなに？新しい環境に体が慣れてなくて疲れちゃったのも。あの犬のせいでしょ、絶対。疲れちゃったのかもしれないだもんね。それはそうと、
今日から本格的に暮らし始めにあたって移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだのも。まずはこれをどうぞ。いやこれ日付おかしいからね、始めてる日付が。今回の移住パッケージのために開発する我が社オリジナルのスマホなんだもん。ハイテクな。あ、動作チェックしておきたいからちょっと電源を入れてみてくれない？はは、いようこそ。何その真ん中の島か、無人島か。なるほど、うんうん、ちゃんと電波も入ってるんだもの、だもんね。語尾むずなれんわ。じゃあ一旦閉まってもらっていい？だなも。ちなみに旦那様さん、今までスマホって使ったことある？あるあるあるわ。あるよ、持ってるよ。全くないです。これさ、あるかどうかって聞いてんのに持ってるよってさ、ごたるやつ俺好きじゃない。じゃあ全然問題ないだもん。できることは普通のスマホと大体同じなんだもん。同じだもん。なんならこっちの方が機能が少なくてシンプルだもん。簡単かもね。あはは。それじゃあ次に渡すものだけど、金。肉欲しい、肉。俺無人島でまず肉欲しい。はい、この移住パッケージの請求書、渡航費、人件費、設備費、スマホ代もろもろ合わせて合計49,800ベルになります。 OK です。これ金持ってないやつでしょ、どうせ。はい、毎度あり。ちょっと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 、旦那様のお金全然持ってないじゃないか。体で返せ。俺4個と、もうすでに4個の体貸してあげるよ。旦那様さん、さては無人島だからって何も持たないけど。でも心配はいらないだろう。こんなこともあろうかと。このパッケージでは移住費用現金でとかマイルで支払っていただく特別なプログラムにご加入いただけるだな。もうめっちゃ喜んどる。その名もタヌキマイレージプログラムなんだな。もうマイル、タヌキマイレージ、何それ。これね、今タヌキマイレージプログラムって言ってるから、タヌキマイレージって聞くわ俺。マイルって聞きていいけど、まあそのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステムなんだもん。つまり島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住費用も支払える、とってもお得なサービスなんだもん。めっちゃええやん。ちなみに移住費は本来の現金だと49,800かかるところ、マイルならなんで5000マイルで。お電話こちら。とにかく旦那様さんはこのプログラムに登録させてもらったから現金ではなくマイルで支払ってね。 OK。 具体的なポイントの集め方は私のスマホに入ってるタヌキマイレージのアプリをチェックしてね。了解。ほいじゃあ僕はこの辺で失礼するだな。もう OK。 今後ともタヌキジタヌキ開発をごひいきに。あ、やったー、あいついなくなったぜ。新生活が始まった。何をするのも自分次第、自由だ自由だ。ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れています。やっぱ画面右上に、何これ、くるくるが表示されてる間はオートセーブしています。電源ボタンに触らないでください。またマイナスを押せば好きなタイミングでセーブしてゲームを終わることができます。オートセーブしてますね。じゃあ皆さんこの辺で。あ、時間はね、今10時36ですね。これチャイナ時間ですね。日本はもうね、 1時間の時差なんで、はい、これテスト出ません。じゃあ皆さんこの辺で、終わりますか。バイバイ。ちょっと待って、こいつら見る。あ、入れない。釣りしとる。あ、入れないんだね。オッケー。じゃあ皆さんこの辺で終わりましょうか。お疲れ様でした。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、お疲れ様です。おじゅんだ。チャンネル登録お願いします。はい。